オール静岡 の、 あの大石さんよりお話しいただきまして、私のうちもみかん作っていますけど、障害者の方でもできることは、やってもらえれば私も助かるもんですから、そんなことで始めてみようと思いました。ここは日陰がまだ木が小さくてないもんですから、私たちの普通の農業者でも夏は暑くて大変なもんですから、休憩する場所を作りました。今やっていただいているのが除草作業なんですけど、一部今年は撤荷作業もやっていただきまして、で去年は収穫作業もやってもらったもんですからね、今年ももう少したくさんの面積をやっていただいて、障害者の方でもやれることがあれば積極的に参加してもらってやりますと、私たちもすごく経営的に助かりますので、これからもぜひお願いしたいと思っています。静岡市葵区椎野にございます社会福祉法人名工会、就労継続支援 B 型事業所の阿部野工房と申します。知的障害者の方はですね、6名と職員2名で車で約40分ぐらいかけまして、こちらの方の作業にお伺いさせていただいています。今回の作業内容がですね、除草作業っていうことなんですけれども、今回みかん農園っていうことで土壌も柔らかくってですね、クワを使って、土壌を削っての、除草のスタイルっていうことだったものですから、業者さんどうしても、草を見てしまうとですね、抜いてしまうっていう反応になるんですけども、そこは違うよっていうことで、土壌を削って土壌の色が変わってですね、草が取れたっていうことを確認するように、知的に障害がある方もですね、視覚的に、作業の完了が確認できるっていうふうな、指示の仕方で、作業の方は進めております。通常私どもの施設で行う作業と違いまして、実際の農地で、そうした農業のですね、作業を体験できたことが一番良かったと思っています。農福連携の意義がですね、農業の担い手の方が減少していく中で、障害のある方でも、参加できるっていうことが意義になると思っておりますので、そうした意味ではですね、ご利用者さんもですね、実際の農業の作業を体験していただくことで、農業への理解ですとか興味っていうものが、持っていただけたんじゃないかなと思いますし、そうした動機がですね、ゆくゆくは、農業への参加ですとか、就労につながるのではないかなというふうに思っております。みかん園の除草作業っていうとですね、非常に労力がかかったり、持久力が必要だという、そういうイメージがあるわけですけども、実際にはみかんの木の下 の、 草を削るという軽作業なんですが、その辺を福祉事業所の方に理解してもらうというか、お話しして分かってもらうのが、そこが難しかったです。ちょうど青木さんと話をしてですね、場所を探した時ですね、その県と国で、作った土地改良事業の真っ平らな土地があったもんですから、ここはすごく作業性がいいかなということで、その平坦地であることと、まだみかんの木が小さい状態だったもんですから、利用者の方が作業するのに非常にしやすかったということで良かったかなというふうに思っております。それからあとは福祉事業所の利用者の方にですね、作業していただいたということがですね、青木さん経営者が求めている化学肥料を減らして、化学肥料とか農薬を減らして、環境に優しい農業をやるという、経営目標があるんですけども、それに、うまく適合していたということで、そういう経営支援をできたということが良かったかなというふうに思ってます。
いろんな農作業大変なこともありますし、そうでないこともあります。農作業の中でできることはどこかっていうのは多分どんな農業者さんも見つけることができると思いますので、まずはコーディネーターの方に相談していただいて、一回試しにこうやってもいただいて、それでこう取り入れられるところがあればこう取り入れていけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。